男性の方にしましょう。2つ触ってですね、あったかい方の風船を皆さんに教えてあげてください。オレンジの方ですね。ありがとうございます。さあ、今確認してもらいましょう。白い方には冷たい水が入っています。隣のオレンジには温めたお湯が入っています。今からこの2つの風船を僕がハブの目の前に持っていきます。ハブがうまくピット機関を使ってくれたら、熱を感知して温めたお湯の入っているオレンジの風船をバシッと攻撃して割ってくれるはずです。とまあその予定にはなるんですが、ハブもやっぱり生き物です。たまに変なやつがいまして、いきなりこの白い冷たい水が入った風船を割ってくれるやつがいます。そうなってしまうとね、僕の方では一切実験の方説明できませんので、その時はこの出し物自体をなかったことにして、さっさと次の出し物に行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。まずは実験の方を開始していきましょう。最初は白い冷たい水が入った風船をハブさんの目の前に持っていきます。さあハブさん、白い冷たい風船でーす。あなたの目の前に持っていきますよ。はい、持ってきました。結構近くまで持ってきましたよ。ね、ハブさんね、見てはいますけどね、特に目立ったアクションは、反応は起こさないですね。まあ、見てるだけ、睨んでたらいいですね。特にね、何も起こさないですね。ノーリアクション、といったところでしょうか。一度聞こえましょうか。今度は風船チェンジします。オレンジ色の温めたお湯が入った風船をハブさんの目の前に持っていきますよ。はい、ハブさん。お、見ましたよ。もう一回白い冷たい風船だったらどうでしょうかね。今風船チェンジしようとした瞬間に攻撃しましたね。はい、白い冷たい風船もう一回持ってきますよ。白い冷たい風船はやっぱり反応はね、特にないですね。さあ、一度引っ込めます。ね、まあ、あとはハブさん、攻撃すること分かったのでね、パシッとかっこよく風船割ってくれるはずです。いきますよ。緊張の瞬間ですよ。さあ、ハブさん、あったかい風船でーす。ありがとうございます。皆さん、あの期待通りのリアクション、ありがとうございました。ありがとうございます。ハブさん、見事にね、